バルダッサーレ・カスティリオーネの肖像、ルーブル美術館、バルダッサーレ・カスティリオーネは、イタリアルネサン式の外交官、作家で、旧帝人の著作で知られる。同書は長く、ヨーロッパ上流階級にとっての模範書とされた。マントバ近郊、カザーティコ出身。父は、カスティリオーネ博であった。ミラノに出て、人文主義的な教養を学ぶ。ミラノ校、ロドビー・コイルモーロに仕え、 イルモーロが失脚後、1503年マントバに移り、1504年、ウルビーノの宮廷に仕える。ウルビーノでは各国への外交施設も務める。ウルビーノ公、グイドバルド・ダ・モンテ・フェルトロの妻、エリザベッタ・ゴンザーガに気に入られ、彼女を称える詩を書くなどした。主にこの時代の経験が、宮廷人のもとになっている。1516年、ウルビーノが、 メディチ家の教皇レオ十世に攻撃された後、マントバに移り、マントバ港フェデリーコに仕える。その後、ローマに施設として赴任し、メディチ家の教皇クレメンス七世にも仕えるようになる。教皇庁のスペイン大使として、カール五世の宮廷に赴くが、くが、1527年、ローマが神聖ローマ帝国、スペインの軍隊によって壊滅状態になると、教皇庁内に、 カスティリオーネの責任を追求する声が上がった。この振動のためか健康が愛し1529年、トレドで死去。コーテジアーノ1549、宮廷人はカスティリオーネの主長で1528年、ベネツィアで出版された。上流階級の社交術や教養を説いた書として、ヨーロッパでは長く教養人の基範とされていた。 1506年5月のウルビーの宮廷の4日間を描写するという設定になっている。ウルビーの子グイドバルドは病弱のため早く寝てしまうが、皇妃、エリザベッタを中心に、養子のフランチェスコ、メディチ家のジュリアーノ、プラトン学者のピエトロ・ベンボ、詩人のアレティーノら20人余りが登場し、宮廷人の要件は何か、宮廷人の備えるべき教養、宮廷の女性について、愛について、 などをテーマに様々な対話が繰り広げられる。ありがとうございます。